家庭菜園ライフ。目黒区で菜園をやっている千田です。今日はスナップエンドウの先端摘心は NG というテーマでスナップエンドウの栽培についてご紹介していきます。皆さん、これからスナップエンドウの種まきをするシーズンだと思います。スナップエンドウは巻き時が重要な野菜で、天候などによっては想定より大きくなってしまうことがあります。また、苗で植える場合は非常に大きな苗しか売っていない場合もよくあります。そのような場合、栽培でどのような対処をすればいいか、今回はご紹介していきたいと思います。最後に質問にも回答していきますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。それではスナップエンドウの栽培について振り返りをしていきましょう。まず土作りのポイントです。スナップエンドウの土作りは肥料を入れることなく無施肥で栽培していきましょう。スナップエンドウは天候により背丈が大きくなります。肥料が多いと背丈が大きくなる原因です。豆に発生する根粒菌の力を使って十分に育ちますので、無施肥で栽培していきましょう。こちらはスナップエンドウを植え付ける場所の表記をしました。スナップエンドウは春先になりますとぐんぐんと背丈が伸びて、つるも次々と伸びてきます。その時に注意したいのがうどんこ病です。うどんこ病に感染すると一気に広まっていきますので、収穫が終わってしまいます。ですので、一定の間隔を空けて植えていきましょう。また、マルチビニールを使った方が無難です。乾燥防止、雑草対策に有効です。スナップエンドウの巻き時期としてはだいたい11月の初旬から中旬ぐらいが最適です。天候によってはそれでも大きくなってしまいますので注意が必要です。では実際に背丈が伸びすぎたスナップエンドウを見ていただきましょう。それではスナップエンドウのつるが伸びてはいけない理由についてご紹介していきます。こちらをご覧ください。こちらはホームセンターで購入したスナップエンドウの苗です。背丈は20センチほどになっていますが、このまま冬越ししてしまいますと先端部分が枯れてしまいます。スナップエンドウは背丈が高いまま冬を迎えると先端が枯れてしまい、うまく冬越しできなくなります。春になりますと脇芽が出てくるのですが、比較的先端を枯らさずに冬越しをしたものより収量が落ちる傾向があります。ということで、有機栽培で行う場合はなるべく先端部分を枯らさずに冬越しすることがポイントとなります。このように伸びてしまった場合の対応策について何点かご紹介します。それでは1つ目のポイントです。購入時点で先端が折れていないかチェックしていきましょう。スナップエンドウを購入した時に背が高すぎる場合、つるが絡まってしまって先端部分が折れてしまうようなことがよくあります。購入する時に十分注意してください。こちらのスナップエンドウは極端に伸びすぎているので悪い例です。このようなものはなるべく購入しないようにしてください。しかし、誤って購入してしまった場合やこのような苗しかない場合には先端の部分が折れないように注意しましょう。ここがスナップエンドウの先端です。このように非常に細い状態ですので簡単に折れてしまいます。このような先端のような場合には十分注意してください。このようにつるとつるが絡まってしまったり、先端部分が絡まるようなこともよく起きます。絡まっているような場合には慎重に取り除くようにしてください。無理やり引っ張ってしまいますと折れてしまいますので注意しましょう。続いて2つ目のポイントです。11月中に背丈が高くなりすぎてしまった場合、不織布で熱対策をしておきましょう。11月中は朝晩は寒いですが、日中は非常に気温が高くなることがあります。マルチの上は30度以上になってしまうこともありますので、スナップエンドウの先端がマルチに直接触れないように注意しましょう。そのような時には不織布を使ってみてください。藁などでも構いません。では実際に植えてみましょう。ではこちらに植えていきます。まだまだ種まきが間に合う時期なので、良い苗がない方は種まきからチャレンジしてみましょう。このように穴を開けまして植えていきます。畝の表面に対して垂直になるように植えていきます。ではやってみます。こちらのスナップエンドウはやはり育ちすぎのようで、このように根がとぐろを巻いています。ホームセンターで購入する場合はこういった根の状態もチェックしてみてください。では植えていきます。はい、植え終わりました。このように背丈が高いので先端部分がマルチについてしまっています。マルチの熱を直接受けてしまいますので、不織布などを下に引いてあげましょう。ではやってみます。このように設置して有ピンなどで留めてあげてください。11月中旬に種まきをして、万一気温の上昇などでつるが長すぎた場合、12月にも非常に暖かい日が続くような場合には、先端部分を守るためにこのように対策してみてください。最後は保温作業についてご紹介します。スナップエンドウが大きくなりすぎた場合、そのままの状態ですと枯れてしまいます。先端を折れないようにしたり、マルチの熱に負けないようにしても、最終的に真冬になりますと先端部分から枯れていきます。背丈が高いと簡単な対策では防ぐことができませんので、霜が降りる前に防虫ネットや高温ビニールを設置していきましょう。真冬はビニールトンネルで栽培して、中の気温を落とさないような対策をしていきます。そのことで枯れずに冬越しができるので、春にまた脇芽がどんどんと出てきます。そのような対策をしてみてください。それでは実際にやっていきましょう。こちらをご覧ください。スナップエンドウではないんですが、今ビニールトンネルを設置しています。真冬になりますと、これ1枚では冬越しがうまくいきません。ここにまず防虫ネットを設置します。このように二重にして防寒をしていきます。さらに真冬の場合は、ここに不織布などを設置して、これは短いのですが完全に覆った方が効果があります。このように三重にして防寒することで、1月2月を冬越しすることができます。背丈の高いスナップエンドウの場合には、コントロールするようにしてみてください。それでは質問コーナーです。こちらの小スペースでおすすめ野菜3選にコメントをいただきました。今年はサラダ水菜をまきました。日当たりが少し悪いのが心配です。これから大きくなってくれることを願いますというコメントをいただきました。日当たりの悪い畑の場合も、先ほどご紹介したようなビニールトンネルを2、3重にする防寒対策をしていただくと、地温が上がる効果が期待できますので、生育促進になると思います。特に日当たりの悪い場所には霜が降りやすいので、先ほどのような対策を試してください。頑張ってください。今日はスナップエンドウの背丈が高い時の先端の守り方をご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。